愛と光なり。愛が全てさ、今こそ誓うよ、ついてる共についてる、ヘイヘイホー、すごいですね、ところジョージです。どうですかね、200本超えてきて、この調子変わってないですね。ついてるともみでございますよ。おー、いい塩梅ですよ。明るく楽しく元気よく、これをモットーにやってきますんでね。はい、ね、何を話そうかと申しましたらね、先ほどね、雨の港主様の言霊最高さんのところに行ってね、ちょっとコメントをね返させてもらったんですよ。その時に言霊を始めてね、気づかされることが多々ありますみたいな体のことを書いて、ちょっと内容違いますけどね、そういう感じで書いたんですよ。その時にあって思ってね、あ、これ動画にしますよって戻ってきたんですよ。そうなんです。なので言霊をね始めて何が変わるのとか思ってる方もいるだろうし、本当にどうなのって思ってる方もいるだろうし、うん、で僕9月5日から本当にこうね、腹に決めて始めたんですよ。絶対ブレずにやっていこうとね、言霊で変えていこうと、今までの自分の人生をもっと良くしたくなった、それがそうで、もう魂で思ったことは全部やっていこうと思ったんですよ。そう、そしたら背中を押してくれる人がいたりとかね、前でから引っ張ってくれる人がいたりとか、いろいろいましてね、気が付いたら200本超えてたんですよっていうところなんですけど、言霊始めて本当に思ってるというか感じてることが、なんかね、本当にこう当たり前のことに感謝ができるようになったりとか、本当いろいろね、細かいちっちゃい気づき、まあこれ人によって違うんだろうけど、それがね本当にいっぱいあります。あ、これってそうだよねとかね、あるんですよ、そういうのたくさん。だってさ、例えばお腹が空いてご飯が食べたらさ、食べれてありがたいって思うじゃない、いただきますとごちそうさまもするじゃないって当たり前の話だけどさ、ね、いただきますとごちそうさますらしない人たちもいるわけじゃないですか、ね、別にその人たちを否定してるわけじゃないですよ、言わないより言った方がいいんじゃないみたいなね、口から出る言葉って本当に大事だし、悪口とかもね言ってると全部自分に戻ってくるし、逆にいいこと言ってたら全部それがいいことが戻ってくるんだから、いいことしか起きなくなるっていうことなんですよね、そういうことだなと思って改めてそういうことも気づかされましたね。だからいい言霊を言おうって、悪い言霊は言っちゃダメだよって、言霊自体がいい悪いはないんですよね。そう、だからそこにいい言霊になるか悪い言霊になるかは、その言葉の内容ですよね。不平とか愚痴とか不満とか文句とか心配事とか、そういうのは全部恐怖言葉といって、ね、マイナスな波動になってしまうんですよ。それに比べて愛してます、ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、許しますっていうのは本当にいい言葉、いい言霊、これ本当に天国言葉、ね、これを言ってれば自分の気持ちもね良くなるじゃないですか。でちっちゃいこういうなんかイライラすることとかあるだろうけども、すぐこう切り替えられるようになってきます。それが僕のすごい変化ですね。この12月今日19日17日まで、9月1日から始まり、そうですね、こんな感じになってきましたんで、全然だから騙されようと思ってやってみてください。まず俺最初に言ってる我は雷、愛と光なり、これやると本当に体軽くなりますよ。10回ぐらい、10回20回ぐらいかな、言えばわーってなるから、試しにやってみてください。
なんなかったら数が足んないってことで、なるまでやってみた方がいいですよ、うん、絶対調子よくなりますから。はい、こんな感じのついてるともみんでございました。この動画を見てくださいました皆様に、すべての良いことはなだれのもとが起きます。ついてるともみんでした。エンディングいきますよ。ヘイヘホーヘイヘホーヘイヘホー、ついてるともみんヘイヘイホー、いいことあるぞ、ついてるともみん、明るく楽しく元気よく、ついてるともみんでした。じゃあね、あとチャンネル登録よろしくお願いします。ついてるともみんでした。じゃあね、バイバイキーン、ウィンウィン。